香港のチャイハンって駅にやってまいりました、読み方合ってんでしょうかね。読み方はよくわかりませんけど、日本語読みだと何なんでしょうね。無事変にこうっていうのがちょっとよくわからないんだけど、まあ地下鉄の駅ですね。駅前は結構賑やかな場所なんですけども、まあ別に観光地でも何でもありませんが、まあ適当にいろんな駅に降りてみてます。まあ、香港は歩道橋多いですね。なんか立体的になんかシステマティックな街並みが多いなっていう印象ですね。この山あいにも高いマンションが建ってますね。まあ、香港は大都会だけど山が大きく迫ってますからね。まあ、東京だと、まあ、平野の中の大都市ですけど、香港は結構地形が険しいですよね。でですね、駅前にマーケットがあるんですね。なんていうんですかね、ガウチワンマーケットっていうのかな、牛池湾町市みたいな、なんかこういうマーケットって香港に多いですね。ここだけじゃなくて、こうやって建物の中になんか古めかしいお店がたくさん入ってるみたいな。これもなんて読むんでしょうね、この、なんか鶏肉みたいなもんとかね、吊り下がってたりして、ごちゃごちゃといろんなものが売られてますね。これなんかね、覚えましたよ。小心、小さい心で注意しろって意味なんですね。まあカウションっていうのかな、ちょっと中国語分かったかもしれない、この辺は洋服でしょうか。なんかね、匂いがしますね。何の匂いだろうね。なんかちょっと癖のある匂いが、ここ段ボール箱がね、まあ、非常に狭い通路ですね。なるほどね。なんか音楽流れてますね。この辺はお菓子が売られてるのかな。でも値段書いてないですね。値段聞かないとわからないっていう、やっぱ値札ついてないお店ってね、ちょっと抵抗あるなっていうか。お、これは乾物ですね。なんか乾いたものがね、売られてますね。そう、エスカレーターで下行ってみるか。ねえ、漢字だらけでね、なんて書いてあるんですかね。自動わかんないけど、なんかさ、沖縄の、那覇市に、なんだっけな、公設なんとか市場っていうのがあるんですけども、そこも中に似た雰囲気でしたね。なんだっけな、牧師か、牧師公設市場だったかな、那覇市にあるんですけど、なんかそこもさ、建物の中にごちゃごちゃなんかいろんなお店入ってるみたいな、なんか非常にね、同じよ、なんか似た匂いを感じますね。
国は違えどやっぱり南国って見て文化が似てんのかな。沖縄もねやたらと公設市場っての多いんですよね。だから建物は公設で、公に作ったんだけど中に入るお店はまあいろいろとやってくださいみたいなね、こうなんか鶏肉が吊り下げてね丸焼きというかね、うん、あこれ野菜ですね、野菜だ。いやいなんかいろんな匂いがしますね。なんかちょっと中国風の音楽が流れてますね。面白いです。あこれなんか野菜ねえ、なんかゴロゴロといろんなものが、うん、でも見てるとね結構高いですよね。やっぱり日本と比べて香港はちょっと物価が高いなっていう印象がありますね。こっち行ってみるか。あ、選挙です。選挙の看板ですね。今2023年12月なんですが選挙があったみたいですね。うん、なんか選挙運動してましたよ。日本と違うのは投票日当日もなんか選挙運動するんですね。日本の場合はさ投票日当日ってさ選挙運動しちゃいけないんですよね。投票日前日までしかやっちゃいけないっていう規則になってんだけど、はい、ここで終わりか。袋工事だった。香港はなんか投票日当日までなんか騒いなんかね投票、選挙運動してましたね。うん、日本だとあこれ卵ですね。卵。日本だとさ選挙の投票日当日はシーンとしてますけどね。だけど香港はなんか騒いでましたね。あこの辺魚介類ですね。いやでもなんか沖縄と似てるな。沖縄もこんな感じだったよな。ね魚とかね。なんかタイも似たような市場結構あったけどね。でもタイの場合はあんまりその公設市場みたいな建物をがっしりとした建物があるわけじゃなくて街中で普通にやってるみたいな感じだったけどね。あ、香辛料とかね。あ、他者降臨ですかね。多くの感謝ですかね。なるほどね。これさっき言ったとこだね。やっぱりこのさ肉を吊り下げるのがなんか香港多いですね。香港の特徴じゃないかな。南国なのかな。わかんないけど。さあということで、ここだけじゃなくていろんなところにこういう公設市場というか建物の中の市場マーケットっていうのは結構あるんですよね。どこも似たような感じなんでそんなにここはっていうものじゃないですけど、こういうごちゃごちゃとした雰囲気好きですね。なんかこういうね、箱がたくさん。とかね。あ、それでそこにウェルカムってありますけど、ウェルカムってなんか香港では結構メジャーなスーパーみたいで、結構スーパーで結構、そうですね。ですから香港結構物価が高いので、いやーちょっとね食費が心配だなと思いまして、お米を買って毎日ご飯炊いて食べてんですよ。ご飯炊いてでおかずだけ別に買ってって感じで食べてますね。そんなわけで今日は香港の
チョンハンという駅にやってまいりました。ありがとうございました。